藤田伊予蔵、藤田伊予蔵、藤田伊予蔵、古い文書では、伊友蔵とも、1917年、大正6年11月2日から2006年、平成18年12月1日は、天津出身の海軍軍人、日本航空機長、海兵66機。1917年天津で医師の父、藤田五郎と、母、伊予子の間に生まれた。 小学校を卒業後、父の故郷である大分県きつに移り、きつ中学に入学した。1935年、昭和10年4月中学を卒業後、海軍兵学校に入り、66期1938年、昭和13年9月卒業した。遠洋公開後、今後乗り組み、1939年、昭和14年11月第33期飛行学生として、 霞ヶ浦海軍航空隊筑波文献隊に入隊、後に上司となる、飯田ふさたに鍛えられた。1940年、昭和15年6月戦闘機、操縦専修課程として、大分海軍航空隊、入隊、11月に卒業後もそのまま教官として、同航空隊に残った。1941年、昭和16年4月、実戦部隊である、 ホロ海軍航空隊付けとなり、中国大陸に進出したが、上空哨戒などの地味な任務ばかりで、快適の機会はなかった。1941年9月、空母、総流に配属となり、冷戦の完熟、変態空戦、洋上広報と、対米海戦直前の猛訓練に励んだ。1941年11月18日、総流は、 再起湾を抜病、エトロフ島単艦湾で空母6隻を中心とする第1機動部隊を編成し26日範囲に向けて出発した。12月8日、新地湾攻撃に飯田フサタ隊員率いる第2次攻撃隊制空隊の小隊長として参加。米戦闘機は上がってこなかったので、ベローズカネをへか飛行場を銃撃した。飯田が自爆戦士した後、 中隊を率いてのキロ途中 P-36 の変態と遭遇。藤田は1機を撃墜し発撃墜を記録した。ハワイからのキロウェイク島攻撃に参加。1942年、昭和17年2月に、ダーウィン空襲、4月にはインド洋に進出して、セイロン沖海戦に参加した。6月5日のミッドウェイ海戦では、上空直延隊として10機を撃墜するなど、 奮戦するも、味方の対空砲火により被弾して、パラシュート効果を余儀なくされ、漂流4時間の後に味方駆逐艦、の明けに救助れ、救死に一生を得た。撃墜10機は、第二次世界大戦において、世界で記録された1日あたりの撃墜数において、8番目の記録である。しかし藤田が漂流中に、日本空母4隻は撃破され、海戦は大敗していた。内帰還後は、 廃線を取得するため不幸基地に隔離され、その後空母、費用の利組みとなった。費用は10月に南方に進出したが、艦の故障のため飛行隊のみラバウルに進出し、ソロモン、東部ニューギニアでの航空船に従事した。12月初め、費用の修理完了に伴い、トラック島で消耗した隊の再編成に当たったが、翌1943年、昭和18年2月から4月まで、 再び飛行隊のミラバウルに進出した。6月、追記海軍航空隊分隊長。11月には、第301海軍航空隊飛行隊長として、横須賀に転じた。301空は、新型の局地戦闘機雷電を配備した部隊だったが、雷電は、故障が多くまた数も揃わず、搭乗員の連成は進まなかった。1944年、 昭和19年6月、米軍のマリアナ諸島攻撃に伴いアゴー作戦が発令され、301空は伊洋島に進出することとなったが、来年は航続距離が短く梅雨前線に阻まれてなかなか伊洋島まで進出できなかった。やむなく冷戦に乗り換えて7月初めに伊洋島に進出したが、3日と4日の米機動部隊の空襲により壊滅した。内 今度は、第341海軍航空隊、戦闘4 0二飛行隊長を命ぜられ、明治基地に着任した。341空も新型戦闘機、資源が配備された部隊であったがここでも、同じように、エンジントラブルや足の故障が、相次ぎ稼働率は低かった。10月14日、台湾沖航空戦に伴い、沖縄に進出したが、藤田は、機体の故障により引き返した。 25日改めて残余の飛行機を率いて、ルソン島、マルコット基地に進出した。進出翌日から、連日、制空、直演、洋撃に追われ、341空の戦力は、前減していった。1944年10月末、フィリピンで、神風特攻隊が開始。341空の岩下国尾によれば、藤田は、新駅だから、 他と同列にされては困ると特攻に反対したという。しかし、341空でも、藤田の号令で、特攻隊員の志願者が募られ、総行会を開き送り出されている。1945年、昭和20年1月7日、藤田ら搭乗員は、陸路ソン東北部の告げ柄尾に転身し、そこから輸送機で台湾に撤退した。内地帰還後は、 短期間343空に席を置いた後、601空に転じた。5月つくば空福知山文献隊に移動となり、この地で終戦を迎えた。最終階級は海軍少佐。生涯撃墜機数は39機、不確実を加えると約50機という。戦後、公職追放令によりトラック運転手など職を転々とした。1952年。 昭和27年、日本航空に入り民間機パイロットとして活躍。日本航空が導入したジャンボ機ボーイング747の初代機長であ。1977年、昭和52年11月に退職するまで生涯、総飛行時間18,030時間を数えた。2006年、平成18年12月1日、肺がんのため89歳で死去。 冷戦登場委員会。現在は冷戦の会元代表世話人。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。